次郎さんに話を聞こうと綾代商事に来てみたもの。約束がないと会えないって断られてしまった。急な来客には応じないってことか。ならひとまず通りかかった社員に聞き込みをしてみよう。話を聞いてくれそうな人がいるといいんだけど。この人はどうだろう。話しかけてみよう。はい、何か。お忙しいところすみません。僕は宇津木探偵事務所の者なのですが、少しお話を聞かせていただけませんか。探偵事務所。そうですね、お答えできる範囲であれば構いませんよ。ありがとうございます。綾代次郎さんはどんな方なんですか。社長とは正反対の内に強さを秘めた方です。それにとても冷静な方でして、社長が亡くなられた時でもほとんどうろたえた様子は感じられませんでした。当社の相談役ですよ。役員たちからも一目置かれているとても優秀な方のようですね。本当にお気の毒なことでした。新しい計画のめどがついたところでしたのに。綾代商事は今後どうなるのですか。会長と社長が亡くなられて、専務をはじめとする役員たちの手で運営されます。他に何か気がついたことは。そうだ、お客さんを待たせてたんだ。社長と専務は会社内で対立していたということですが。ちょっと妙なことを言わないでくださいよ。そんな質問に答えられるわけないでしょう。すみません、お客さんを待たせてますので、もうこれくらいで勘弁してください。来客がロビーにいるようだ。急な来客には応じないだろう。客同士で何か話をしている声が聞こえる。何を話しているんだろう。しかし、なんですね。ここの専務も危ないところでしたね。まったくですな。あの社長の計画がもし実現しておれば、今頃は専務としての立場すら危うかったでしょうな。正直なところ犯人には感謝してるんじゃないでしょうかね。し、誰かに聞かれますよ。これ、さっきの社員が戻ってきたぞ。客との商談が終わったのかな。何かの書類を持っている。すみません、もう少しお話を聞かせていただけませんか。あなた、まだいらっしゃったんですか。今、仕事中なんですけどね。社長と専務のことですが。
ちょっとやめてくださいよ、専務の耳に入りでもしたら。専務、おはようございます。おはよう。専務、こちらが申しておりました書類でございます。なあ、その書類は私の机まで持って行ってくれ。かしこまりました。それでは失礼いたします。ところで、なんだね君は、こんなところまで来て。すみません、どうしてもお話を伺いたくて。まったく、探偵だがなんだか知らないが、相手をしてやることを感謝してほしいよ。アキラさんは遺言公開の日誰かと会っていたようですが、次郎さんじゃありませんか？私がアキラと会う？冗談じゃない。あんな奴と話すことなど何もない。幹事さんのことですが。兄さんはもう死んだんだ。これ以上何を話せと言うんだね。失礼ですが、社長との関係について良くない噂があったようですね。誰から聞いてきたのか知らんが、仮にそれが本当のことだとしてもどうだって言うんだ。アキラさんが容疑者ということになりましたが、そのことで何か気づいたことはありませんか？奴が何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら犯人が誰であろうと関係ないね。やれやれ、君が何を言いたいのか分かったよ。私がアキラをそそのかして兄さんを殺させたと思ってるんだろ。大した推理だね。どう思うと君の勝手だが、君の探偵ごっこに付き合うのは真っ平だよ。もう会うこともないだろう。どうしてもまた会いたいっていうのなら、証拠でも何でも見つけてくればいいさ。もっともあればの話だがね。私は君と違って忙しいんだ。失礼するよ。指名手配されたアキラが警察に捕まれば全てがはっきりするはずだが。よし、今日も明神村で聞き込みだ。調査しなきゃならないことはいくらでもある。様子が変だ。村の人たちが集まってるけど、何かあったのか？ああ、ちょっと大変ですよ。恐ろしいことになってしまいました。村の人たちが蘇ったキクさんの姿を見たと言って、さっきから大騒ぎなんですよ。え？すいません、少しお話を。あんた、またここに来なすっただか。わしらの話は本当だったべ。キクさんはよみがえりなさっただ。キクさんが墓から出てくるのを見たというもんもおるだ。恐ろしや。伝説は本当じゃった。じゃが、これだけじゃねえ。林城家には、これからもっと恐ろしいことが起こるに違えねえだ。あんた、もう林城家に近づかん方がいい。はよ帰りなされ。
この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。は？何のご用ですか？何か言おうと思っていたんですが、何でしたっけ？僕に言われても。あ、そうそう、ユリさんかどうかは分かりませんが、上品なご婦人がたった今綾代家の方に行かれましたよ。おはようございます。香織様がお見えですが。香織さん。香織様は幹事様の奥様です。今にいらっしゃいます。あ、あなたは？宇津木探偵事務所の者です。はじめまして。綾代香織さんですね。あの、こんな時に申し訳ないのですが、少しお話を。ああ、夫が、アキラが。アキラはどこにいるの？ねえ、アキラはどこ？落ち着いてください。あまりのことに取り乱すこの女性、綾代香織は綾代幹事の妻であり、容疑者アキラの母親だ。世界的なファッションデザイナーである彼女はパリから急遽帰国し、この屋敷に駆けつけてきたということだった。こんな時に心苦しいのですが、事件解決のためにご協力いただけませんか？ええ、もちろん。香織さんがアキラを思う気持ちは痛いほどわかる。綾代アキラを探す手がかりでもあれば、慰めの言葉の一つもかけられるのに。アキラさんの居場所に心当たりはありませんでしょうか？アキラじゃありません。あの子にこんな恐ろしいことはできないわ。アキラは犯人なんかじゃない。仕事一筋の主人は家庭を顧みない夫だったかもしれません。まさか突然こんなことになるなんて。最近では離れて暮らしておりましたから、アキラも。そうだわ、あなた探偵だったわね。アキラを探してちょうだい。私にはもうアキラしかいないのね。お願い。ええ、わかりました。お引き受けします。綾代アキラはこの事件の鍵を握っているだろう人物だ。いずれにせよ見つけ出さなければならない。有名なファッションデザイナーである彼女はたった今パリから帰国したばかりだ。私にはもうアキラしかいないの。ね、お願い、アキラを探してちょうだい。
うだわ。ねえ探偵さん、これを見てちょうだい。これはアキラの写真です。かなり前に撮ったものですが、今手元にはこれしか。これは重要な手がかりだ。わかりました、任せてください。どうかこれでお願いします。行ってしまった。耐えられなくなってしまったんだろう。いや、この顔どこかで見たよ。おはようございます、善蔵さん。あ、おはようございます。お出迎えもせず申し訳ございません。あ、そうそう、今に幹事様の奥様香織様がお見えですが。はい、茜さんに聞きました。すでにお話を伺ったところです。さようでございましたか。実はあれ以来気になってタバコ入れを探しているのですが。菊様のことといい、今回の幹事様にいたしましてもあまりにも不自然なところが多すぎるように思えてなりません。今にして思えば、なぜ菊様のご遺体をもっと熊田先生に調べていただかなかったのかと悔やまれます。どうか真実を見つけ出してください、菊様と幹事様のために。はい、全力を尽くします。どうしても見つかりません。やはり明様がどこかへ持って行かれたのでしょうか。茜にも聞いてみたのですが、知らないようです。そうですか。明様が持ち出されたとは思いたくないのですが。菊様が亡くなってからというもの、何か落ち着かない様子です。まるで無口になってしまって、今日はどこかへ出かけると言っておりましたが。電話が鳴っている。仕方ない、僕が出るしかないか。もしもし。その声はあなたね。あゆみちゃん、どうしたんだい。見つかったわよ、例の骨董品。隣町の骨董品屋に綾代家の家紋の入った壺があったの。お店の人の話だとね、20代前半ぐらいの男から買い取ったものだと言ってたわ。20代前半、アキラは23歳だったな。それともう一つあるの。菊さんが死ぬ少し前にね、アキラを乗せた車を見かけたというアキラの友達の証言があったの。運転していたのは40歳ぐらいの男の人だったということよ。とりあえず急いで教えた方がいいと思って電話したの。他にも何かないかもっと調べてみるわね。あ、頼んだよ。それじゃあ。ええ、また事務所でね。やはり骨董品を盗もうとしたアキラによるとっさの犯行なのかな。それにしてもアキラは誰と、
何のために会っていたんだろう。アキラと車に乗っていたという男性、それが遺言公開の日に会っていた相手なのか。何か手がかりが見つかったのですか。ええ、あゆみちゃんが見つけてくれました。それはそれは、あゆみ様もさすが宇津木探偵事務所の一員、優秀な方なんですね。とても頼りになります。それでは私は仕事に戻りますので、何かご用がありましたらお呼びください。そういえば昨日の警察からの電話では、解剖の結果が出るには少し時間がかかるって言ってたな。そろそろ出ただろうか。そうだ、熊田先生のところに幹事さんの解剖結果が届いているかもしれない。確認しに行ってみよう。こんにちは、お邪魔します。あら、こんにちは。探偵さんがお見えですよ、先生。おお、君か。たった今幹事の解剖の結果報告があったぞ。本当ですか、聞かせてください。それが妙なんじゃ。警察の話によれば、幹事はナイフで刺された時はもうすでに死亡していたであろうとのことなんじゃ。アキラの手によるとっさの犯行ではないかもしれないということですか。まあそういうことじゃな。ところがナイフの傷以外に死因とみられる外傷は何も見当たらんそうじゃ。それじゃ幹事さんはどうやって殺されたんですか。謎じゃの。これはアキラの犯行ではないと考えていいんでしょうか。どうじゃろうな。幹事の死体のそばの鍵からはアキラの指紋しか出んかったことじゃし、警察は引き続きアキラを探しとるようじゃが。他に何か気がついたことはありませんか。そうじゃの。お前さんが今着ておるシャツのサイズがちょっと合っとらん。それくらいかの。そういえばあゆみちゃんも僕がこのシャツを着ているところを見たことがないと言ってたっけ。天地さんが貸してくれたのかな。シャツのことも気になるし、一度天地さんのところに顔出してみよう。お邪魔しました。はい。天地さん、僕です。ああ、君か。今開けるから入ってくれ。どうだい、記憶は戻ったのかい。いえ、
まだ完全じゃないようです。そうか。それにしても僕もニュースを見ているが、君が巻き込まれたのは大変な事件だね。しかし僕は君自身のことが心配だよ。気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。大変な事件だね。しかし僕は君自身のことが心配だよ。気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。このシャツもしかして。え？ああ、その服のことかい？そのシャツは僕のいとこのものなんだ。君のシャツはひどく汚れていたのでクリーニングに出してしまったんだ。戻ってくるまでそいつを着ていてくれないか？あ、そうだったんですか。ありがとうございます。お借りします。何か君の力になれればいいんだけど。僕も君のことで何か分かったらすぐに知らせるよ。だから君はあの崖で手がかりになりそうなものを探してごらん。諦めちゃダメだ。はい、早速行ってみます。本当に僕はあの日何のためにここへやってきたんだろう。いや、それどころかここへ来たということさえ思い出せない。この場所で誰かに会う。僕はあゆみちゃんにそう電話で伝えたようだ。善蔵さんも僕が誰かからの電話を受け、重要な情報が手に入るかもしれないと出て行ったと言っていた。うん、何も思い出せない。手がかりになりそうなものなんてやっぱり何も見つからないな。天地さんは言ってたけど。この崖は自殺の名所だったのか。天地さん、僕です。ああ、戻ったんだね。入ってくれ。どうだった？うなかみの崖で手がかりになりそうなものは何か見つかったかい？何か君の力になれればいいんだけど。僕も君のことで何か分かったらすぐに知らせるよ。だから君はあの崖で手がかりになりそうなものを探してごらん。諦めちゃダメだ。それが行ってみたんですが、やっぱり何の手がかりもありませんでした。そうか、残念だったね。お、ちょっと待ってくれよ。そういえば、そうそう、思い出した。君は気を失っていた時、上事でしきりにお守りがどうのこうのって言ってたよ。どうだい、何か心当たりはあるかい？お守り？お守りって言ってたんですか？そうだ、確かにそう言ってたよ。あの様子じゃよほど君にとって大切なことなんじゃないかな。
そうなんでしょうか。もう一度崖に行ってみたらどうだい。今度こそ思い出すことがあるかもしれない。そうですね、行ってみます。誰かいる。ちょっとすみません。私に何か。綺麗な女の人だ。もしかして前に平吉さんが言っていた人なのか。失礼ですが、こんなところで何をしているのかって思われちゃったかしら。私はここで人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。彼は町を出て行くときこう言ったわ。必ず成功してきっと迎えに来るって。そして今年がその約束の年なの。そうですか。あら、私ったら見ず知らずの人にこんな話を。ごめんなさいね。私は藤宮ゆき子と言います。あなたは。あ、すみません、僕は宇津木探偵事務所の者です。この辺りで起きた事件を調べています。少しお話を伺ってもいいでしょうか。ええ、構いませんけど、私でお役に立てるのでしょうか。あやしろですって。あなた、あやしろの方なの。私が待っている人っていうのは、あやしろカズトっていう名前なのよ。あやしろカズト。あなた、カズトを知っているの。あ、いえ、知りません。僕は、あやしろ家の調査を依頼された探偵なんです。そうだったの。あやしろ家の事件のことはテレビで知りました。確かにカズトと同じ名字ですけど、カズトがそのあやしろ家の人間なのかどうか彼から聞かされていないんです。そうなんですか。確かにここまでの調査で僕はあやしろカズトさんという名前を聞いたことはありません。そうなのね。差し支えなければ、カズトさんのことをもう少し詳しく教えていただけますか。私と同じ隣町に彼は母親と一緒に住んでいたわ。そしてお母さんが亡くなられた後、彼は法律家になると言って町を出たの。必ず成功して迎えに来ると私に言い残して。ゆき子さん、お話ありがとうございました。おお、お帰りなさいませ。本日はもう事務所にお戻りかと思っておりました。先日次郎様は警察へ事情聴取のために出頭なさったようです。しかしアリバイが成立ということですので、今日もお仕事に励んでいらっしゃったことでしょう。警察も何を言い出すことやら。よりによって次郎様を疑うとは。善蔵さん、あやしろカズトってご存知ですか。どこでその名前を。あ、いえ、隠していたわけではないのですが、実はカズト様というのはユリ様の弟なんですよ。
ユリさんには弟が？はい、しかし菊様の本当のお子様ではないのです。旦那様は綾代家の席に入れて我が子として育てられました。この屋敷に住んでおられたんですか？はい、和人様とその母親は当時この屋敷の離れに住んでいらっしゃいました。ところが旦那様が亡くなられてからは菊様に疎まれてこの屋敷から出て行かれました。今頃どこでどうなさっておられることやら。和人様と百合様は本当に仲のいいご兄弟でした。家を出られる時も百合様は和人様は気がかりでしたでしょう。和人様なら百合様の居所をご存知かもしれませんね。お守り？はて何のことでしょう。ちょっと心当たりがございませんが。ところで和人様のことをどなたからお聞きになられたのですか？和人さんの婚約者だという藤宮由紀子という女性から聞いたんです。実は和人さんは法律家になると言い残して町を出てしまって今どこにいるのかわからないそうです。え、和人様も行方が？和人さんは今年戻ってくるそうです。由紀子さんはその帰りを待っているとおっしゃっていました。さようですか。菊様の亡くなられた年に戻られるとは何か因縁めいたものを感じますね。確かに綾代和となる人物は事件とは無関係なのか。それともお話の途中ではございますがもうすっかり日が落ちてしまいましたよ。あ、本当だ、もうこんな時間なんですね。それでは今日はこれで失礼します。はい、どうかお気をつけて。すっかり遅くなってしまった。あゆみちゃんもとっくに帰ったみたいだな。あゆみちゃん、今日もお疲れ様。おはよう。昨日は随分遅かったのね。伝えたいことがあって待っていたんだけど、ちっとも帰ってこないから心配してたのよ。ごめん、心配かけて。それで伝えたいことって？実は私、あなたに電話した後、アキラがよく出入りしていたというスナックへ行ってみたの。そこで聞いたんだけど、アキラはヤクザに借金して随分困っていたらしいの。ところが最近どういうわけか溜まっていた借金を全て返済しているのよ。え？それどころかアキラは仲間たちに自分は未来の綾代商事の社長だって言ってたんだって。キクさんが死ぬ少し前のことよ。ただアキラを乗せた車を運転していた人のことについてはそれが誰だったのか分かんなかったの。ごめんね。でもその男の人っていうのは 3,40 代の紳士風の男性でアキラと一緒にいるのがとても不自然だったそうよ。不自然か。少なくともただの友人ではなさそうだな。あゆみちゃん、今日の調査の前に推理を手伝ってくれるかい？
もちろんよ。アキラは盗んだ骨董品を処分した金で借金を返したんだろうか。またどういうつもりか。アキラは自分を未来の社長だなどと触れ回っていたという。そのアキラと一緒に行動している40歳ぐらいの男とは誰なのか。漢字殺しは盗みを見とがめられたアキラのとっさの犯行だと思われていたが、漢字はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいことが新たに分かった。だとすればこの殺人は計画的なものなのでは。菊の死といい、漢字殺しといい、これら一連の事件は全て誰かの都合のいいように進んでいるじゃないか。あら、電話だわ。誰かしら。はい、宇津木探偵事務所です。え？大変よ。大変です。次郎様が、次郎様が。次郎さんはどうしたんです？もしもし、善蔵さん。心不全で死亡した綾代家の当主、綾代菊。綾代家執事である善蔵はその死に不審を感じる。善蔵より調査を依頼された私立探偵のあなたは調査中に起きた事故で記憶を失った。死人よみがえりの伝説が残る明神村で、やがてあなたは莫大な遺産と権力争いをめぐる複雑な事件に巻き込まれる。林代商事の社長幹事が土蔵で殺され、事件は殺人へと発展した。そして今またあなたに。執事からの電話が何かを告げた。幹事の弟林代次郎に一体何が。あなたは明神村へと急いだ。